大瀬川は、福島県郡山市を流れる阿武熊川水系の一級河川である。福島県郡山市大瀬町田,田田屋の大滝渓谷に源を発し東へ流れ、郡山市福山町久保田と郡山市横塚の境界で阿武熊川に合流する。大瀬川は、かつて水遊びができるような清流であったが、高度経済成長期の住宅街の急激な広がりに、 下水道の整備が進まず、さらに不法投棄などの増加により、日本でも屈指の水質汚濁の激しい河川となってしまった。このような状況の中、1989年、郡山市民の津久井つねは、一人で川の中のゴミを拾い始めた。最初は、周辺住民に関心を示すものはなく、収集したゴミの処分についても行政は消極的であったが、時を経て、 日本国内に環境に対する意識が芽生えると、徐々に清掃活動を支援する市民が現れてきた。この川を管轄する福島県県中建設事務所内でも有志による川ざらい活動が行われ、福島県の環境ボランティア活動の草分け的存在となった。この地道な活動はマスコミにも取り上げられ全国、放送もされた。現在では、ふるさとの川整備事業により、 護岸が浸水公園として整備されるなど豊かな自然を取り戻しつつある。郡山市大瀬町の大瀬公園付近の川沿い約 1.5km に渡って続く桜並木。元は平成初期に地元の人たちによって植えられた約7 0 0ルもの染井吉野の並木。その後、それらに加え8種類150本もの桜が加わった。ありがとうございます。